通勤通学をする人が行き交う今朝の新潟駅前。今日からマスクの着用が個人の判断に委ねられます。しかし新潟駅前、通勤通学する方見てみますと、多くの方がマスクをつけたままのようです。新型コロナウイルスの感染対策として、この3年間着用が呼びかけられてきたマスク、今日から個人の判断に委ねるとの方針を政府が示していますが、今朝はまだ多くの人がマスクを着用していました。学校はまだマスク着用しないといけないので、してるみたいな感じです。お客様のところ行った時とかは、まだしばらくはやはり、マスクをつけるという形でちょっとやろうかなとは思ってますけどね。また感染へのリスクを懸念する声も。まだコロナの方まだゼロにはなってませんから、やっぱりそこは心配ですよね。自分がもし持ってたら、周りの人にうつしちゃうんじゃないかなっていう不安はあります。感染力が弱まるわけではないので、そういうとこも気にしなきゃいけないのかなと思うので、私はあんま外さないかなっていうふうには考えてます。一方、マスクを外す決断をした人は。マスクにファンデーションがつくのが嫌なので、逆に外した方がいいみたいな個人の判断なので、私はずっとマスクするの窮屈だなというかって思ってたので、もういいかと思って。私メガネかけてたので、マスクしてると曇っちゃうっていうのがあったので、病院とか何でしょう、ちょっとリスクのある方のところの部分では、マスクはそのままつけていくつもりでいます。政府は混雑したバスや電車に乗る際などは引き続きマスクの着用を推奨しています。